でもさん、んやっぱ経営、む、昔店舗とかね、何か経営してた従業員を雇ってきた、雇ってた、雇ってると、この話題は燃えてきますよね。もうめちゃめちゃ感動の領域ですよね。感動しかないですね。自分で自分を雇えるっていう。もう本当ね、昔ね、僕ね、自分のクローン人間やったらもっと絶対売り上げ作れんのになって、もう常に思ってましたからね。だって文句言うんだもん。みんな。<laughs> みんな働けって言ったら文句言うんだもん。 ね、さん。なんか寝ずに働けっつうと文句言うんで。自分や、やるわけじゃないですか。で、それを押し付けると、まあ文句言われますね。<laughs> YouTube さん、俺より働いてくれますね。僕のクローン人間は僕より働いてくれるっていうね。こんな素晴らしい世界ないっすよね。だから、そこにも圧倒的な価値を感じてるんですよね。でも、ほとんどの人はまあ、従業員雇うっていうフレーズに行かないので、まあこの価値を感じることはなかなか難しいですけどね。 で、そうそうそう。で、久保さん、ちょっと今、やりとりね、あの、また、乱発してますけど、ちょっと僕、これから移動して、この2日間ぐらいちょっと、用事でいろいろ行くんで、まあ、動画のスピードは非常に遅くなると思います。ただ、先ほども言った通り、あの、僕は動画のね、本数が、あの、少なくなったとしても、ストック量ありますんで <laughs>、再生数がゼロ。あ無理、なんないですね。もう、ずーっと再生数あります。 だから、動画をアップロードする本数が少なかったとしても、結局ストックのね、ものがあるので、それが回るし、これ本当はありがたいですよね。久保さんもこの前、なんか、その旅行行った時ね、その電波状況がなくてってことで、まああの、その中でも送っていただきましたけど、じゃあ久保さん、そのね、動画本数少なくなったからつっ,って、1日ね、10本アップロードできない環境下に行ったとしても、今までのストック量があるんで、回ってますよね。<laughs> 見られてますよね。 だこれすごくないですか,かこれね僕ねすごいと思うんですよね。だからこれがやっぱね、あの、久保さんの今回の動画でもあった通り、僕と久保さんはもう明らかに圧倒的に鮮明に見えてるんですよ。未来のことはわからないんだけど、鮮明に見えてるんです。鮮明に。やればこうなるっていう。まあ、実際にその小さい結果、 だったり、まあ、久保さんだったらね、家を購入したとか、そういう結果も手にして、実際そのやったことによって結果を手にしてるので、まあ、じゃあ将来その結果が否定されるのかっていうと、否定されようがないんですよね。これ否定されますかね、久保さん。まあ、否定される、ないと思うんですよね。まあ、否定されるってことは、Google がなくなるってことですね。Google がなくなるっていうことは、うーん、まあ、アルマゲドンですね。 で、グーグルが今一番一押ししてる YouTube のサービスに関しても、これなくすことがかんあり得るのかなと。動画の時代で 5G、6G になって、より動画の時代になってくるのに、その先読みしてるね、世界で最も先読みしてる Google が手放すのかと。そもそもね、そもそも YouTube を買収した時って、まあ、何千億で確か買収してるんですよ。でもその時って Google って、あれなんですよ。あの、先読みして買ってるんですよ。買収してるんですよ。 でもその時ってネット回線クソなんですよ。まだ ADSL で動画あんま見れないですよ。あんま見れなくて <laughs>、そんなに盛り上がってないけど、ね、何千億だ。ぶち込んだんですよ。だからそのぶち込んだから今があるんですけど、だから Google って本当すごいなと、だから YouTube に関しては買収、企業案件で一番 Google が最強の買収をしたのかな確かに当時は何千億ですよ。払って、そのベンチャー企業にね、何千億、しかも動画、まだインフラ取ってないのに何千億ぶち込むみたいなね。あの決断はね、マジ Google すごいなと思いましたね。まあ、結果論ですよ。結果論かもしれないけど、でも、あそこに何千億ですよ。多分ね、Google が買収した時、本当何千億なんですよね。Google、YouTube、買収。 これね、すごくった。僕、震えましたけどね。買収、買収、あ、16億5000万ドル。16、2009年ですね。2009年、16億5000万ドルっていくらなんだ <laughs> ?16 億5000万ドルっていくらですか日本円。日本円でいくらなんだ ?16 億5000万ドル。ちょっと、けたわかんないな。16億5000万ドルって日本円でいくらえー、 1700ですね。1738億円。16億5000万ドルは、日本円に換算すると約1738億円らしいですね。<laughs> どうすかねこの、Google の決断。まだインフラ整ってないのに、この1700億円をね、ベンチャー企業にね、従業員も少ないね、ベンチャー企業にね、ぶち込むっていうね、ありえないですよね。だありえない異常なことを Google がしたわけですよ。 でなんでかって話なんですよね。で、それだけ異常な投資をしてね、買収、M&A して、じゃあ、じゃあ、Google ね、手放します、YouTube。僕、考えられないですね。<laughs> もうそもそも手放すぐらいであるならば、その1700万の投資しないですよ。うーん。まあ、未来はわかんないですよ。うん、絶対ではないんでわかんないですけど、うん、予測しかできないです。ただ、僕と久保さんは見えてますね。うん。 あとはまあ昔から動画の時代だって5、6年前から言われ始めててまあ今ももう結果としてそれが露骨に出てるじゃないですか芸能人もね昔はね YouTube 芸能人が始めたらあいつはなんか YouTube やり出したばなんかみたいなね批判受けてた人もいると思いますけどみんなこそって今 YouTube 参入してるじゃないですかどういうことやねっていうねあいつはテレビ出なくて YouTube にやりやがったみたいなね ヒロシさんなんかそうですよね。広ロさんなんかも YouTube で成功して、もはや YouTube 成功してえ、また仕事の依頼、キャンプの仕事の依頼とかいろいろね、案件来てるわけですよ。もうね、なんか時代の流れをやっぱ読んだとして、読んだというかね、まあその見ても分かりきってることですよね。何にやっぱ圧倒的に力を注がないといけないのか。Google は圧倒的にね、まだ見ぬ未開拓に1700億ぶち込んだんですよ。 世界一の判断ですよ。世界一の企業が大爆竹ですよ。なんでその大爆竹したのか、その理由は何なのかって話ですよね。うん。だすごいっすあのじ11年前、十何年前にね、これはすごいですね。すうん。このなんだ、あの、その YouTube を作った会社っていうのは、えー、創立18ヶ月目らしいっすね。<laughs> 久保さん。創立 18, か18ヶ月目のベンチャー企業ですね。 この創立18ヶ月。ということは1年ちょっとっすよ。この1年ちょっとのベンチャー企業に1800億払うって、マジでやばくないですかこれはあれっすね。うーん、すごいなほんとすごいですね。神っすね。<laughs> できます 創立18ヶ月のね、ベンチャー企業に18億円ぶち込めます。お金があってもね、お金があってもなかなかできるもんじゃないですよ、これ。マジでこの経営判断、マジ、この経営判断、神がかってるなと思いますけどね。うん。ということで、いってらっしゃい。あ、そうそうそう。自分の経営判断をしてくださいね、人生の。いってらっしゃい。